婦人の肖像は、オーストリアの画家具スタフクリムトが1916年から1917年にかけて描いた絵画である。クリムトの晩年の作品である。イタリア北部の都市、ピアチェンツァに所在するリッチオッティ近代美術館に所蔵されている。若い婦人の肖像を縦60センチメートル、横55センチメートルの大きさを持つ。カンバスに、 油彩で描かれている本作は表現主義に分類されるもので、一人の若い女性の上半身が描かれている。女性の髪の色は黒色であり、頬は赤色である。女性は左の肩越しに視線を向けている。背景はエメラルドグリーンで塗られている1925年、ジュゼッペリッチオッティンは本作を買収する。1912年にドイツのドレスデンで展示され、 同じ年に所在がわからなくなっていた若い婦人の肖像という絵画の上から本作が描かれていることが1996年4月頃に美術学生によって発見され美術界で二つのクリムトとして知られることになった若い婦人の肖像は本作とは異なり女性が帽子とスカーフを身につけている1997年2月22日 リッチオッティ近代美術館が改修工事に伴って閉館されていた際に本作の所在が不明になる。作品の金色のフレームと紐が美術館の屋根の上で発見されたことから夜の間に何者かが美術館の天窓から針のような器具を取り付けた紐を垂らし、本作を釣り上げて盗み去ったか、もしくは何者かが天窓から美術館の中に侵入して、 本作を盗み去った可能性があると考えられていた。同年4月1日、イタリアとフランスの国境に位置するベンティミーリアにおいて、政治家ベッティのクラックシアテの小包を国境警備隊が回収試験させたところ、クリムトによると思われる作品が入れられていた。しかし、それは巧妙に作られた岩作であることが判明した。2019年12月10日、 庭師がリッチオッティ近代美術館の外壁表面を覆う、ツタを取り除いていたところ、金属製の小さなドアを発見し、その中のスペースから本作が発見された。作品は黒いビニール製のゴミ袋に入れられており、無傷であった。2020年1月17日、発見された作品がクリムトによって描かれた本物であることが明らかにされた。 ありがとうございます。